はい、また新しいねスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ユミデジの A7 Pro です。こちらの端末はですね、えー、日本でもね有名なユミデジというメーカーのローエンドのねスマートフォンになります。えー、とですね、もう発売してからそうですね、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらいもたって てると思うのでまあいろいろね YouTube なんか見ても結構、ね、もうレビュー動画すでに上がっていますので決してこうすごい、ね、すごい新しいというものではないんですけれども一応最新のねモデルになりますで前の機種が A5Pro っていうね、えー、端末がありまして、まあ、そちらもね1万円台のスマートフォンだったんですけれども私もねそれ買ったんですがままあ、まあ良くもなく悪くもなくっていう感じだったんですけど価格、まあ、考えればまあいいかなと思いますけれどもまあ、その後継機ということになります えーとですね、で私が何で、ね、これ買ったかと言いますともともとユミデジはちょっと今回スルーしようかなと思ったんですがアマゾンの SIM フリー端末の、ね、ランキングというのがありまして今,今見るとです、ねまあ、1位は、ね、シャオミーのレドミノート 9SS これはもう、ね、文句ないと言いますか、えーまあ、当然だろうということなんですけどもで2番目が、ねこのねえー、ユミデジの A7 プロになっています。 まあですので、えー、あんだけ、ね、レドミの大人やつが売れていて人気なんですけども、一応ね、あのアマゾンのランキングでは2番目になっていますので、でなんかね、評価って言いますかね、レビューの評価を見ても、まあまあ、なんかいい評価を得ていたので、まあ、ちょっと買ってみようかなということで買ってみました。 でまあ,あのこれ価格はアマゾンで大体1万7000円ぐらいの表示で出ていますただ実際は10%オフのクーポンとかまあ、時にはなんか20%オフのクーポンなんかも出てるみたいなので、えー、実売でいうと1万6000円から1万5000円台ぐらいで購入できると思います、まあ、そうなってくるとレドミノートダイエスト約1万円近くのね価格差があるのでまあ、その辺でねやはりこの辺の1万円とか2万円のスマートフォンを探している方の中で、まあ、1万円ね価格差があるというと結構大きい。 と思いまますので、まああのであレドミンの大人エースが素晴らしいというのは分かってるんですけれども、まあ、やはりね2万円超えの人はいいんですが、やはりそこまでちょっとねお金かけたくねもっと安くね1万円台でなんとかなんないかなっていうようなユーザーの方が結構、ねこの辺のやはり1万5000円ぐらいで購入できるということで、まあ、購入されているのではないかなということで、えー、今回ねちょっと見ていきたいと思います。 はい、それではね、箱はいつものね、えー、ミデジさんのね、この黒い箱になっています。これみんな一緒なんですよね。まあこれコストダウンしてるっていうことなんですけども、箱はもうみんな一緒。どの端末もこの箱に入っていて、違うのはね、この裏に貼ってあるこのスペックのシールだけをね、貼り替えてるっていうことで、まあコストダウンしてるっていうことでね、この辺はまあまあね、え、企業努力を感じるので別にいいかなというふうに思いますね。はい、それではね、開けていきましょう。はい、サンキュ級カードが入っています。 本体はとりあえず後回しにします。はい、これもね。いつもの読み、デジさんのね。説明書ですね。はい、一応日本語の表記もあります。sim ピンが付属しています。はい、あとは充電用の typec のケーブルと充電器ですねえ。今回日本の amazon で購入しましたので、ちゃんとね。日本で使えるものになっています。 充電器の使用のほうは 5V2A の 10W の充電器になっていますで、本体の方も 10W のね、一応急速充電とですかね、充電に対応しています、ただね、今、急速充電というと、やっぱり 18W 以上になるかなと思いますので、一応 2A なので、まあ、急速充電と言えるのかもしれませんけれども、一応 10W ということになっています。それではね、スペックの方を一応見ていきましょうか、ペリペリの方にね、書いてありますので、見ていきましょう。 ディスプレイの方は6.3インチのフル HD プラスになってますね、まあ、この価格でフル HD プラスというのは結構まあいい方ではないかなと思いますカメラの方はほうはクワッドカメラになっていまして、まあ、1600万画素のメインカメラとあと1600万画素の広角カメラなんですねで広角カメラも1600万画素になっているようです あとは500万画素の、まあ、振動センサーと500万画素のマクロレンズということで、まあ、結構ねあの、この価格帯にしてはいいかなと思います。あと、インカメラも1600万画素ということで、あの決してね、4800万画素とかそういう、ね、高画素のものではないですけれども、えー、価格考えれば、まあまあね、えー、画素数も高いカメラをね、搭載しているかなと思いますで。一応メインカメラと広角は、まあ、サムスンセンサーみたいですね。 はい。あと、ストレージはあー、今回購入したのは 128GB になります。ラ、え、ム、ー、は 4GB です。SOC はですね、ヘリオの P23 になっています。で、これはですね、ちょっと残念ながら、あ前のモデルね、 A5 Pro と同じ、ね、SOC になっていますので、ちょっとね、ここは上げてきてもらいたかったかなと思います。まあ、ちょっとね、発売するのが先だったということもあるんですけども、まあ、最近のね、Redmi9 とかは、えー、G80 とかね、G70 とかってその辺のね、リアル Me なんか搭載してますんで、ちょっと同価格帯でこの SOC だと、まあ、若干見劣りするかなっていうところはあると思います。 はい。バッテリーの方はね、4 1 5 0ミリ、ah、アアンペアワーということで、まあね、あの、少なくもなく、多くもなくというようなね、ところになっていると思います。えー、シャオミの端末とか、まあ、リアルミの端末ですと、今ね、5 0 0 0ミリアンペアは超えてますので、まあ、この辺もね、えー、まあ、ちょっと見劣りしちゃうかなというふうに思います。 一応ね、タイプ C に対応しましたので、えー、前回のモデル A5 Pro はね、マイクロ USB でしたので、まあ、タイプ C に対応したっていうのはいいかなと思います。で、意外とですね、この安い端末って、ここのね、タイプ C じゃなくてマイクロ USB を使ってくるという、ちょっとそういうコストダウンの仕方するんですけども、まあ、個人的にはね、ここはもう絶対今ね、タイプ C にした方がいいと思います。で、カメラとか、その SOC とかっていうのは、結構ね、もうこの価格帯だと買う人もね、妥協してると言いますか、まあ、納得して妥協してるんですけれども、このタイプ C じゃないっていうのは、意外とこう、地味 日常的にやっぱ充電しますんで意外とこう不便を感じるところなので、まあ、なんとなくね、えーまあ、他のメーカーもそうなんですけども安い端末って今でもマイクロ USB にしてきたりするんですがここは逆でここは逆に外さない方がねいいんじゃないかなと必ず今だったらタイプ C にした方がいいんではないかなと個人的には思います。 はい、あとね、ここですね、SIM スロットの方はトリプルスロットになっています。ですので、SIM カードを2枚挿して、さらにマイクロ SD カードが使える仕様になっています。であとね、バンドの方はこれもちろんね、日本で販売している端末ですので、えー、しっかりね、日本のバンドに対応しています。で、まあ、昔からね、弓イさんは結構日本のバンドを意識して、えー、作ってますので、こういうね、1万円台のスマートフォンでも、 ほぼ日本のねバンドに対応していますので、どこもソフトバンク。で一応 au はね不可っていう表示になっていることが多いんですけども、実際はね、えー、利用できると思います。で楽天モバイルも実際利用できているという方がいらっしゃるようですので、えー、まあ、ですので、ね、日本で使う分にはそういったね格安シムカードと相性は、ね、非常にいいと思います。 はい。あとは、Android の10をね、搭載しています。前のモデルはね、えー、A5 Pro は Android の9だったんですけども、一応ここはね、え n d r o i d の方もバージョンアップしてきました。で、SOC がね、一緒なんですけれども、なんかアンツ2のベンチマークスコア見ると若干上になってるんですよね。これちょっと本当かどうかわかんないんですけど、まあ、でもそのね、Android のバージョンが上がったことによって、少しね、えー、そういったパフォーマンスも上がってるのかなという感じです。 ははいそれではね本体の方を見ていきましょうか、えー、初めからねこのケースに入っています、これはもうねいつも一緒です、でしかもこのねケースがクリアじゃなくて、黒くてちょっとこのね、えー、革みたいなあ手触りのねものになっています。 一応カメラ周りはね、こういう形になってますね。えー、まあこれもよくある形ですけれども、向かって左の方にこうやってね、カメラを固めてくる感じになってますね。まあ一応クワットカメラということで、1600万画像、1600万画像ね、500万画像、500万画像ということになってます。で、LED ライトがちょっとこういうね、長細い、えー、まあ実際 LED ライトは2つ入ってるみたいですけども、ちょっとデザイン的にちょっとね、長細い感じになってて、ここはちょっとね、変わってていいかなと思います。あと、ここには、ね、指紋認証センサーがあります。 はい、それではね、背面のペリペリを剥がしてみました。あ今回購入したらね、オーシャンブルーっていう色になるんですけども、結構深い色の青というか、まあ、緑というかね、そういった感じの色になってます。まあ、相変わらずですね、価格の割には仕上がりはかなりいいですね。まあ、ガラスになってますし、非常に高級感がありますね。この辺は、まあ、弓ネジャーの一つのね、売りなんですけども、意外と安い端末でも、質感はすごくいいです。 はい。あとね、これもね、結構多いんですけども、このね、フレームが金属で、で、結構触った感じもすごい金属っていう感じのね、ものを使っています。これもね、一貫してこういうものが多いですね。ただちょっと厚みがやっぱあるかなという感じはありますね。はい。カメラの出っ張りはね、まあそこそこありますけれども、一応ケースつけると、まあ一応ほぼツの状態になります。 はい、ケースも、ね、付属していますけれども弓ネジの場合はです、ねえー、液晶保護フィルムは最初からついていますですねこれを、ね、ちょっといきなりこう思い切り剥がしてしまうと一緒に剥がれてしまうのでこの、ね、シートを剥がす時はちょっときは注意をしてくださいインカメラの方はいわゆる、ね、ウォータードロップになってますね、えー、パンチホールではなくウォータードロップの地になってます、はい、サイドの方うは、ねえー、ボリュームボタンと電源ボタンですね、はい、上は何にもないです逆サイドにシムトレイがあります はい、あと下の方うに、まあ、スピーカーとー充電ポートですねあとマイクと3号のイヤホンジャックがね、えー、下側にありますはい、ケースをつけるとね、こんな感じなんですけどもやはりね、カメラは、まあ、一応出っ張ってはいないですけども、まあ、ほぼね、やっぱつらというような、ね、状況ですねはいそれではね、起動していきましょう はい、端末の方ね、立ち上がりましたけれども、アプリの方は、あまあ、メーカー自身がね、ストックアンドロイドって言ってますけれども、ほとんどね、Google と、まあ、アンドロイドのね、基本的なアプリになっています。一応、ここにね、Google 系のアプリが、まあ、一通り入ってますね。あと、アプリはこっち側だけです。まあ、電話とか連絡先とかね、えー、基本的なアプリだけです。まあ、大人のね、事情で入っているようなゲームアプリとか、そういったアプリは一切ありません。まあ、非常にいいと思いますね。 はい、メニューの方も、ね、先ほど言いました通り、スノアンドロイドですので、えー、全然、ね、変わったところはあんまりないですかね。まあ、この辺のスマートアシスタントとか、えー、とあとまあメ,メディアテックの、ね、SOC なのでディラスピードとか、その辺が入っている感じですかね。まあ、ほぼスノアンドロイドです。はい、ストレージの方は、ね、128GB モデルなんですけども、使っているのは 10.3GB ですね。まあ、このぐらいあれば、ね、SD カードなくても十分かなという,ふうに思いますね。 はい。えっ、ー、と、ナビゲーションの方なんですけれども、今ね、下に3つのボタンが表示されている、まあ、従来のね、Android の形になってますけれども、スマートアシスタントというところからシステムナビゲーションを選択することによって、まあ、これもね、今当たり前になりつつありますけれども、まあ、全画面のね、ジェスチャーナビゲーションに変更することができます。まあ、下からスライクしてホーム画面にね、戻ったりするやつですけれども、あとね、2つボタンのナビゲーションなんかもね、使えるようになってますね。 これもね、あんまり流行してないですけど、ちょっとね、こうやって、あとこうス、スライプしてね、やる操作方法なんですけども、まあ、一応これも選択できますね。あとは、ジェスチャーナビゲーション、全画面表示ですね。まあ、今これが主流になってますかね。ただ私はね、このね、3つボタンが好きなんで、この3つのボタンにしておきます。はい、あとね、このね、3つのボタンなんですけれども、これもね、設定でこう左右をね、入れ替えたりすることもできますし、ちょっとね、隠したりすることもできます。 はいそれではね指紋認証センサーの精度を見ていきたいと思います今ねロック状態ですこれ指を置いてはい解除されてますねまああの早くないんですけどそんなにこう間違わないって言いますかね失敗しないのでこれはね普通に使いやすいと思いますまあ、ただですね顔認証には対応していないようですのでちょっとそこはね残念ですね はい。まあね、ローエンド端末ということですので、まあ主な使い方はね、やはりね、ブラウジングしたり、まあ SNS をしたり、まあ YouTube 見たりするね、そういうライトな使い方になると思うんですけども、まあ、ちょっとね、えー、Yahoo のね、トップページ見を見てみます。はい。まあね、このぐらいのウェブ閲覧であれば全然問題はないですね。えー、画像の方もそんなに問題なくね、表示されてます。 ちょっとやっぱ読み込みの時にね、一瞬カクつくようなところはありますけど、これはちょっとね、通信の環境等もありますので、一概にね、端末のせいだとは言えないですけども、まあ十分ね、これぐらいであれば、まあね、はい、ネット見るぐらいでは問題ないと思います。はい、あとね、画像の多いね、ツイッターもブラウザで見てみましょう。まあ普通にこうやって見ていく分にはね、全然問題なく見れますね。まあちょっとね、やはり読み込みが終わってないところだったり、画像がね、表示されてるところから少し、 遅れてくるようなところもね、今のこの辺ね、ちょっと一瞬、まあ、たはこんなスピードでね、あのツイッター見るわけじゃないので、全然普通のね、利用方法であれば問題はないと思います。はい、それではね、あとはね、YouTube の方も見てみましょう。これはね、自分の動画ですけども、見てみますも、まあ。テキストは、まあね、無制限みたいなんですけどはい、そんな感じですね。とすねことも、これは今、ボリューム、これが最大ですね。 保存するこうはい、YouTube のね、ツアーもね、全く問題ないですね。はい、それではね、カメラアプリの方を見ていきたいと思います。今ね、写真の撮影モードなんですけれども、まずレンズの切り替えですね。ここに広角レンズがありますんで、これね、タップすると、こんな感じでね、ウルトラワイドアンクルモードになりました。これを押すと、また元に戻りますで。あとね、マクロ撮影このチューリップのマークここにありますんで、 これをね、押すことによって、マクロモードが利用できます。ただこれはね、あの、オートフォーカスじゃなくて、いわゆるこう、自分でね、スマートフォンの位置を前後させてね、ピント合わせるタイプになりますので、あくまでもこう、虫眼鏡的なね、えー、感じでピント合わせるものになります。はい、あとはまあ、デジタルズームですけども、一応ね、デジタルズームで8倍までね、えー、することができます。 あと上の方でね、AI のオンオフができます。今ね、こういうね、ローエンドのスマートフォンでも AI モードね、搭載しているものが多いですね。あと HDR のオンオフとフラッシュですね、えー、ライトの方のオンオフが可能です。 はい。設定項目見ていきましょう。設定項目こんな感じですね。まあ、これもよくあるものになってます。で、手ブラウザのね、オンオフがここにあるんですけども、一応オンにすると、このね、撮影モードっていうところで、一応こういうね、モードが選べるんですけども、これがね、選択できなくなってしまいますね。オンにすると、これがね、なくなってしまいます。ですので、ここがちょっと排他的なね、利用になってるのかなという感じですね。あと、ISO 感度も、6400までね、選択が可能です。 はい。それではね、動画の撮影の方も見ていきましょう。今ね、これ動画撮影モードになってますが、ここでね、広角レンズに切り替えることができます。はい。ちょっとね、切り替えに時間がかかりますね。で、ただ広角レンズでも一応動画撮影できますね。ただこれはね、パンフォーカスなんですよね。で、写真の方も、あの、広角レンズはパンフォーカスになってます。はい。あとは、まあ、デジタルズームで、動画の方もね、デジタルズームで8倍までね、撮影が可能です。 動画の設定項目見ていきます。一応こちらにも撮影モードっていうのがありますね。で、一応 EIS がついています。ただね、これちょっと使ってみたんですけども、まあ、正直言うとね、画角も変わらないし、あの、実際ね、撮れた動画見ても、まあ、聞いてるようちょっと見えないんですね。でもし聞いてたとしても、ほとんどね、その効果がわからない程度しか聞いてないので、ここはちょっとね、あまり期待しない方がいいと思います。一応ただオンオフのボタンはついています。 であとね、シャッターサウンドとマイクとあと画質見てみましょうか一応フル HD が最高ですね、えー、もちろん 4K とか60フレームとかね、そういった撮影はできないですはい、あとね、スローモーションの撮影もできるんですが当然、ね、広角レンズはちょっと使えないようなんですけれども一応設定項目の方を見ていきます、えー、全然ないんですけども実際撮れる映像はですね、まあ、HD 画質ですね、720p の120フレームのスローモーション撮影になるようです はい、あとは、ね、ポートレート、ね、ぼかし撮影ができるんですけれども、一応この下のバーで、えー、ぼかす度合いを変更できるようです。それで,です、ね、最初、ねえー、起動したときは、これ、ね、カメラがなんか、ね、ポートレートにすると落ちちゃったんですよね、カメラアプリが。ただアップデートが、ね、2回ぐらい張って それを、ね、適用したらあのポートレートの、ね、カメラも使えるようになりましたので、まあ、この辺は弓、ね、デジでと結構あるあるなことなんですけれどもですので最初に購入された方は結構、ね、ポートレートモードが使えない方がいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、現状、ね、発売してから2ヶ月近く経っていますのでアップデートでちゃんと、ね、ポートレートカメラも利用できるようになっています、はい、あとは、ね、ナイトモード夜景撮影モードとパノラマの、ね、撮影機能がついています はい、この動画は指で字の A7Pro のアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうか。はい、オートフォーカスは、はい、オートフォーカス、ね、いいんですけど、はい、ちゃんと来、ね、ますけど、これ、ね、ちょっと実際撮ってたんですけども、 今わかります結構ね、このオートフォーカスの挙動が激しいって言いますか、こう、被写体がね、動くために、まあ、フォーカス合わせてくれるんですけれども、その時に、結構、奥に行って、一回戻ってくるようなね、まあ、これ、よくね、他の端末でもフォーカス合わせるときあるんですけども、それが結構激しすぎて、結構ね、見づらい動画にはなっちゃうんですよね。こう、ほら、わかります ちょっと動いただけでもね、ちゃんとこう直し始めて、結構こう、ボわンボわンっていう感じのね、動画になっちゃうんで、ちょっとね、動画に関しては、先ほどのね、手笛補正なんかもありますけれども、まあ、手笛補正はね、この価格帯だと、まあ、ない端末もあるんでいいんですが、ちょっとこのね、オートフォーカスが大げさすぎて良、えー、くないかなという感じはあります。ははい今回はね え、弓デジの A7 Pro を紹介させていただきましたけれども、まあ、1万5 0円とかね、6 0円で購入できる端末ということであれば、まあ、そんなにね、悪くないかなというふうに思います。えー、まあ、2万円以上ね、予算があるのであれば、当然ね、Redmi Note 9S 一択でいいと思うんですけれども、ま、Redmi Note 9S でもやっぱスペックがもう高すぎると。で、2万5 0円ですもんね、2万5 0円までは出せないということで、まあ、1万円前後でね、なんとかしたい。 とか、まあ、1万円台で何とかしたいという方であれば、まあ、選択肢の1つとして、えー、ユミ出ジの端末っていうのはまだまだね、えー、価値があるかなという,ふうに思います。 もちろんですね、あの、海外通販も含めて、端末選びっていうことになれば、海外でね、購入した端末の方がスペックも高いし、値段も安いっていうところはあると思いますけれども、まあ、やはりね、この弓レジの端末、やっぱアマゾンでね、買えますんで、今日頼めば明日届くっていうようなね、スピードで、まあ、アマゾンプライムで、えーね、対応してますので、まあ、その辺のね、えー、安心感と、まあ、スピード、あとね、えー、返品って言いますかね、ちょっと初期不良なんかがあった時に、やっぱり、 まあ、アマゾンでね、購入をしていれば、返品しやすかったりね、交換しやすかったりしますんで、そういうメリットはね、十分にあると思います。どうしてもね、海外通販っていうのは、まあ、海外通販なりの、まあ、デメリットっていうのはかなりありますので、えー、そういったところを考えれば、とにかく日本で簡単に買える1万円台のスマートフォンということで言えば、まあ、そんなに悪くないという感じですね。まあ、ローエンド端末ということで、まあ、アンツーズベンチマークね、10万点ぐらいっていうことになると、 ちょっとね、最近では若干物足りないかなというところにはなってきてはいますけれども、ただ実際ね、えー、ネット見たりとか、えー、ツイッター見たりとか、LINE やったりとかね、YouTube 見たり、まあそれぐらいであればね、全然問題ありませんので、まあ、やはりね、もともと1万円台っていうスマホですから、まあ、そのよ割り切って使う分には十分使えると思います。 カメラの方もですね、まあこのまま価格なりといえば価格なりなんですけれども、写真の方はね、そんなに悪くないかなと思います。特にね、メインカメラの方はそんなに悪くないので、それなりに使えるかなと思います。で、動画の方はね、やっぱり手ブレ補正がなかったり、あの、ちょっとね、あの、 オートフォーカスの挙動が、あの、大げさって言いますか、そういったところがあるので、あんまりそのね、クオリティを求める動画を撮る方には当然向かないですし、例えば子供がね、小さくて、そういうね、成長の記録として動画を撮るみたいな、そういうちょっと残すようなね、動画を撮るにはもう全然向かないので、まあそういった使い方ではもっとね、上の端末を選ぶべきだと思いますけれども、まあ一応だから動画も、まあ撮れますよぐらいなね、メモ的な扱いであれば十分使えるかなというふうに思います。 はい、あとね、まあ、ミデジの A7 Pro に限った話ではないんですけれども、まあ、ミデジの端末ってね、日本のバンドにまあしっかり対応していますので、えー、特にね、その安い端末、もう本当に1万円切るような端末でも、今までね、対応してきてくれましたので、その辺はね、非常にこうユミデジさんの努力といいますか、まあ、日本に対しての、えー、まあ、マーケティングといいますかね、そういったものがちゃんとできているのかなという感じです。で、実際私もですね、あの、海外から、あの、いろんなスマートフォン買って使ってはいますけれども、 実際ですね、SIM カードを入れて使ってる、あの、ロケットモバイルとか、あの、カレンダー SIM とか持ってるんですけども、実際 SIM カードを入れて使ってる端末って、実はね、あの、弓出自の端末が結構多いんですよね。やはりその辺がバンドがね、ちゃんと対応している。あと AU なんかも一応使えないって書いてありますけど、まあ実際入れると使えることが多いんですよね。まあですんで AU のね、SIM カード入れたりとか、ああ、するのね非常に便利に使ってますので、その辺はね、やはりメリットがあるかなと思います。 はい。というわけでね、えー、ユミデジの A7 Pro でしたけれども、まあちょっとね、Redmi Note 9S が発売されてね、もうオワコンだとかって言われてますけれども、まあ確かにね、あの価格帯ではオワコンだとは思いますけれども、その下の価格帯、あのー、まだね、Redmi 9とかね、1万円台の格安スマホってね、シャオミの i のを着てないので、そういう現状であればまだね、1万円のスマートフォンでは、あユミデジのスマートフォンってね、選択する価値はあるかなと思います。まあただですね、ユミデジさんも、なんかね、今度新しくタグネススマートフォン出す ようなね、えー、話があるみたいですのでやはりその辺がやはりねもう格安スマホではもう勝てないまあ、ですのでそういう大手がやってないね結局タグネスマートフォンにまあ、行くのかなとまあ他社もねブラックビューとかまあ、ウレホンとかもそうですけども結構ねタグネスマートフォンで作ってますけどやっぱりそこはあの大手がね、えー、攻めてこない領域なのでどうしてもそこに手をね出さざるを得ないのかなという感じがしますはい今回は以上です